なぜ皆さんが心電図の本を買っても心電図が読めるようにならないか知ってますか？それはですね、多くの心電図の本は国語辞典のようにあらゆる心電図の定義やたくさんの心電図が集まった検索をするような本なんですね。例えば心房細動って調べてみようって言ったら心房細動のページを調べることができるし、心筋梗塞といえば心筋梗塞のページを調べることができるんです。ところが皆さん目の前の心電図が出てきた時に心房細動って書いてないんですよ。つまり読み方がわからないと心電図が読めるようにならないんです。そこでこんな本が出ます。読み方だけは身につく心電図。この本はですね、何を学べるのか、あなたが読み方、心電図を目の前に出された時に読み方がわかるようになります。具体的には読み方の10ステップを皆さんが手に入れることができます。この10ステップを手に入れると皆さんは心電図を片手に1から10に心電図を読んでいくだけです。じゃあね。